坂井聖司は、日本の騎手。地方競馬教養センター長期騎手課程第57期生で、同期に、現長教師の佐藤優太などがいる。前千葉県騎士会会長。弟の坂井修造も同じく、船橋競馬場に所属した元騎手。デビューは1993年。当初は、おじの船橋競馬場、北川領久社に所属していた。あと、同志の政居により、 現在は、岡林光弘旧社所属となっている。1994年全日本新人王総派戦に出場しに着。1998年裏は、ゴールドカップでアローセプテンバーに起乗して勝利、南関東重賞初制覇。2000年大い、グランドチャンピオン2000でマキバ場スナイパーに起乗して勝利、南関東 G1 初制覇。 2002年フローラステークスで西の花車に起乗して、勝利、中央競馬初勝利を重賞で飾る。さらに、同年ユニコーンステークスで、自給車の秘密へ行きに起乗して優勝。2009年5月8日、第2回船橋競馬5日目第4競争 C3、選抜場戦を、マスカレーダーで優勝し、7410戦目で、地方競馬通算戦勝達成。 同年受信初の年間100勝を達成。2013年は、インサイド・ザ・パークで、東京ダービーを初制覇。また、浦和開催リーディングジョッキーとなった。2014年、調教師に転身した同期である、佐藤優太の公認の千葉県騎士会会長に、就任した。同年8月12日、大井競馬第6競争を全のファーストで勝利し、 地方競馬通算1,500勝を達成。2019年8月20日浦和競馬、第2競争を、友のクリスタルで勝ち、地方競馬通算2000勝を達成した。2020年千葉県騎士会会長を退任。同年12月16日、川崎競馬、全日本に最優秀で、アランバローズに起乗し一着、デビュー27年目で、ダートグレード g i 級競争初制覇。 南関東リーディングは2004年12位、2005年2006年9位、2007年11位、2008年9位。船橋競馬場所属機種では石崎春、元橋光太良としのぎを削っている。2017年10月現在 JRA では9勝しているが、そのうち3勝が重賞勝,勝ちである。太し文字は GI、JP に急競争を示す。 ありがとうございます。